さて、ユカタン半島のトゥルムに到着しました。もうカリブ海に面したリゾート地ですね。はい、カンクンがまあ一番有名ですけれども、まあ、カンクン、プラヤデルカルメン、そしてこのトゥルムという感じでリゾート地です。こう海外のブロガーとかに人気がある、そういう場所らしいですね。ここはまあおしゃれでちょっとあの洗練されたお店もあったり、ちょっとコンセプトショップ、コンセプトがあるホテルがあったりとか、有名な、まあ、そういったところもちょっとね、足を運べたら行ってみたいですね。トゥルムの朝です。これからですね、天気がどんどん崩れていくという予報なので、まあ、本来であれば、日程的にも余裕があるのでちょっとゆっくりしてからセノーテに行こうと思ったんですが、天気がいいこのタイミングで行った方がいいと判断しまして、急遽これからセノーテに行きたいと思います。今まで行った内陸側のセノーテよりもちょっと水温が低いみたいなんですけれども、これまたすごい、グランセノーテとドスオソスという有名なセノーテがありますので、これに行ってみたいと思います。まあ、特に半日遊べるというぐらい充実している今回はドスオソスに行こうと思います。今日を合わせると3日連続でセノーテに行くことになりますけどね。はい、もうセノーテ祭りですよ。それでは行ってみましょう。さて、トゥルムからコレクティーボに乗って何もないところで降ろされましたけど、ダイレクトでドスオホス、ドスオホス行ってくれるわけではありませんね。ちょっと自力で歩かなければいけないようです。ようやくドスオソスに着きましたが、やはりね、料金はさらに高騰してますね。ネットの情報よりもどんどん更新されてってる。今多分洞窟ツアーとかで、これご覧の通り700ペソしますね。せっかくここまで来ましたから行こうかな。さて、フィッティングを終えていよいよ行きます。基本的にこのツアーに参加する場合は、こういったウェットスーツとフィンが、ついてます。あとシュノーケリングですね。はい、
いや、信じられない世界を見ましたね。何も考えられないぐらい別世界に引き込まれましたね。時間も忘れるぐらい、結構長い時間入ってたと思うんですけど。はい、Thank you. Good night. Yes. これはね、500とか600、700まで値上がりしようが、もう絶対に外してはいけない、そういうアクティビティですね。めちゃくちゃ感動したわ。団体は結構いましたけどね、まあ、透明度がいまいちだっていう風な感じはしませんね。十分に透明度があって、十分に綺麗な、スノーテを楽しめます。結構長くね、水の中入ってるんで、ちょっとね、震えが来てますけども、寒ささえなければずっと入りたい。思ったよりも水温低くないですね。あの、内陸の方のセドモテと対して水温が変わらない。そんなに言うほど冷たくないですね。放送するセノーテ、いかがだったでしょうか。セノーテといってももう一つ一つ環境が全然違うので、全く別物だと考えてもいいですね。3つこれまで行きましたけども、一つ一つ全部違った、良さがありました。ドスホソスは絶対に洞窟ツアー入れた方がいいですね。これは本当に数百ペソ払っても価値がある、私はそう感じましたね。これまで透き通るような海とかで泳いだことはありましたけど、ここまで綺麗な淡水に浸かるというか、泳ぐというか、入るっていうのは経験がなかったですね。とにかく水が綺麗なんで、まあ、入っても上がってもなんか体が気持ちがいいですね。さっぱりしてるというか、池とも違う、湖とも違う、海とも違う、もう泉ですよね。もう本当に気持ちいいとしか言いようがない、そういったセノーテ体験でした。